あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。よし、5億払い終わった。また十数億。はい、ということで今回はテンチム自己破産を示唆というテーマでお送りしたいと思います。人気 YouTuber のテンチムさんが自身の公式 YouTube チャンネルで2020年9月に起こしたバストアップの関連商品の宣伝におけるトラブルで多額の損害賠償を請求されている件について語り、自己破産をするという可能性を口にしました。詳細なんですが、テンチムさんがもともとちょっとバスト系の商品で自分が放棄したのにこれで放棄しましたみたいな感じで炎上したみたいな感じのニュースで1回5億ぐらいを払ったっぽいんですけど、なんか全部自腹で払うみたいなニュースになってたよね。あ、そうです。それが大体2年前ぐらいで払い終わりましたと。そこからまた損害賠償請求みたいなので、今度は2億とか3億とかそんな優しい額ではなく多額の賠償金が確定したと。テンチムって2億のこと優しい額やと思ってる。優しい額です。すごいな。それ確定しましたと。で、子供がいるんですが平日も働かなければいけないと。しかし私は納得できない。半分申し訳ないと思ってるけど、もう半分は申し訳ないと思っていない。馬鹿らしくないと思っちゃう自分がいて、他のことにお金を使いたくなっちゃうということを言いました。その上で考えてることの一つとして自己破産を明言しました。今は案件とか PR とかのでお金稼ぎはしたくないということで、前よりはお金を稼げないかもしれないけど納得する形でお金を稼ぎたいということで、今ちょっと名前変わっちゃったかもしれないですけど、バーレスクだったりとかに出勤してお金を稼ごうというふうに発表しました。今住んでいるタワマンなのかわかんないですけど、結構大きそうな家も撤退するみたいなことを確定してるみたいな感じで、ということで中がちょっとだけ親友、友達ぐらいですかね。親友ではないですけど友達ぐらいです。軽くお会いしたぐらいですね、はい、共通の仲良い知人が多いっていう感じかな。俺はそんななんかちょろっと会ったりすることが何回かあったぐらい。瀬野さんは、僕お会いしたこと多分ない、見たことあるぐらいかな。お会いしたことはないです。結構近い界隈かと思う。違います。天井さん美容ではないのと、 YouTuber でいうとレベル高いですよね。めちゃめちゃ絡んでるのがヒカルさんとかその辺だと思うので、なるほど、そことはちょっと関わりはそこまでない。ということでこのような現状なんですが、どうしましょうか。どうしましょうか。天井目考えよう。みんなで考えよう。みんなで天井目ちゃんのために考えよう。救ってあげたいと思って、全部自腹で払ったのにそこからさらに賠償させられるって聞いたら、本人が悪いけどちょっと気の毒と思ってまう自分も、そうなんですよね、どこまで事実かも分かんないんで、まあそうだね、おそらく1回は5億は絶対払ってるみたいな感じで、そこからまた損害賠償来るの確定してるんで、昔話みたいな。ナイトブラを宣伝するために放棄してたのがバレてさ、十何億払ってるやろ。この1回の過ちで怖いよな、法律って。金額とかは別にもう司法が決めることだからどうでもいいなと思ってるんですけど、結局企業側がどれくらい損失を被ったのかって正直分かんないから何も言えなくないですか。もし自分の会社だと仮定して、今まで頑張って作ってきた会社で僕らの会社と一緒にタイアップで、テンチムさんが胸じゃなくて、じゃあシャンプーとか、僕シャンプー作ってんでシャンプーやりました、でもそれはなんか髪が綺麗になったの嘘で、強制勝手にもしやったとするじゃないですか、でそれで売れたけど炎上して返金しますっていう返金分よりもブランドイメージ損なってるじゃないですか、今までもう何年もかけて頑張って作ってきたブランドのイメージ損なったって言った時の企業側としてはめちゃくちゃムカつくじゃないですか。そういうこと考えると企業側がどれくらいその人を被ったかによりますよ、かわいそうかかわいそうじゃないか。動画出す前に一応チェックをしてる時点で責任は企業になりそうだよね。いいよって言って結局燃えちゃったってなったら、で全額はおかしいよね。一般的な理論で言うと、この事件を詳しくどういう時系列を知らないんだけど、だから返金をまずしたってこと。4年前にモテフィットっていう包丁のモテフィットなブラがあったんですよ。それを売って売り上げ上げました、でその後に一番包丁だよっていうのを知り合いの友人が垂れ込みして、私これ信じて買ったのにみたいなで返金対応させられます。で、そこで一回区切りついたんですけど、4年後で今現在企業がまたテンチムに賠償金支払いというのを裁判所に下された。裁判所に下された。下されて、あの額は言ってないんですけど、2、3億ではなくて桃鉄ぐらいの額。桃鉄ぐらいの額おもろ言ってたんで、2桁億いくかいかないかぐらい。そうやな、そのどの桃鉄かによるよ。キングボンビーやったら29億とかの可能性があるよ。そうなんだ。サイコロ10個転がしてさ。まあまあ激しいねそれね。あんまないケースな気がするよねそれね。そもそもそんな売れてたんだって思うよね。でもめちゃくちゃ売れてたらしいですよね、でも当時。そうなんだ。それ返金するってなった時にさ、その売上企業に入ってたんだったら企業が返金するんじゃないの。だからそれに伴ってかかってたコスト、人件費とかの分を天地も払うってことなのかな。だからそれにしてもこんな何億とかもいくんかな。全部天地の自前だったってそんなわけないですもん、絶対そのブラ作ってる会社はあるですもん、
あやふやっていうか全部やっぱり YouTube に出てこないんで、まあまあまあそれはそうだよね、裁判に不利になっちゃうからね、うん、出すと終わったと思ってたんですよ、全然終わってなかったんですね、だから追加で多分損害賠償をみたいな、もうもはやそれで稼ぎに来てるんじゃないのよく払えるならみたいな、クリエイターに5億の損害賠償できることがまずすごいよね、で払えてるわけだから、てかそんな売れてないとまずそのロジック成り立たないから、5億円分売れたとして5億円を全部返金するってなった時、なぜか天賃が全部返せないおかしな話だから、その5億円をどう割ったのか、少なくとも 100% じゃなかったとしたら、じゃあ天賃の案件でいくら売れてたのみたいな、天賃が返せるってことはナイトブラで5億ぐらい多分儲かってるってこと、そうだと思うよ、か今千奈くんが言ったみたいに返金額だけじゃなくて、もともと30億の売り上げがあった会社がこの時期の機に25億円になっちゃいました、この5億円を5年分払えみたいな、例えばね、単純な売り上げじゃなくて利益計算でやると思うから、多分何十年分になるのか、ちょっとそこら辺のロジックは全く分かんないんですけど、どんだけテンチームを売ってたのか、もしくは企業がテンチームからこれだけ取ってやるなのか、それ確かに、うん、はい、一旦休憩入ります。あれ、美咲さんなんか熱心に何やってるんですか。 DYM 就職です。私もグラビア一筋で頑張ってきたんですけど、気づけばもう30で、うん、今からでも就職できたらいいなと思ってとりあえず登録してみたんですけど、本当に就職できるかちょっと不安で。ビジネス経験全くない方でもたくさんの方を就職成功に導いているので、ぜひリクルーターに直接相談してみてほしいですね。私みたいな初心者でも登録おすすめってことですね。もちろんでございます。憶測の域出ないですけど、最初絶対いい関係値でやってるじゃないですか、うん、その後の対応で2億3億本当にごめんなさいで払ってきたら、なかなか企業側としても店長さんにそんなもうこれでじゃあお互い次頑張ろうってなる可能性あると思うんですけど、なんかその後返信無視してたとか、なんかそういうのちっちゃいのが積み重なって揉めてるって結構 YouTube あるあるだと思うんですけど、返信が来なくなっちゃったとか、音信普通だけど YouTube ではヒカルさんと飲んでるとかっていうのが見えてくると、うん、企業側からするとこいつマジ舐めてんなと思うっていうのは結構あるあるなのでじゃそういうの積み重ねであるあるなんですか。いろんな YouTuber に案件振った結果こいつ舐めてんなってたくさん思ったと。いや僕はでも YouTuber とやったことはないので、うん、ただ周りの友達見ててクズだなと思って、うん、YouTuber やっぱまともな人なかなかいない。店長さんがどうか分かんないですけどね。店長さん分かんないし、まあ、僕も同じ YouTuber なので同じ穴のムジナとして言うと大体ヤバいやつしかいないんで、ということでこれどう返していきましょうか。もう確定してるんで払うことは、カモトさんがちょっと助けてあげるってことですか。その普通のですか。あ、そうですね、日々助けてるんですよ。マブタチアも、マブタチなんで、マブタチアから勝手に僕ら助けてます、いつも。さすがに10億円はないよ俺。でもなんかなえるよね、まあ、確かに良くないやり方だったと思うけど、でも世間のアドアフィリエイターなんてみんなさ、ダイエットのサプリとかさ、太ってる写真と痩せてる写真、これを飲んだらこうなりましたって2つ比べる、まあ、よくは見るじゃん。あれとかもさ、痩せてる人が太ったのを取って逆にして載せてるみたいな。最近ちょっとずつ規制厳しくなってるけど、サプリ系、ダイエット美容系の機器、青汁とか、うん、もうそういう手法でまかり通ってて、それを顔出ししてやってた天チームは5億円賠償食らったみたいな、ある意味見せしめみたいなところあるのかもしれないし、虚偽広告みたいな、5億10億とか払うっていうのはちょっとさすがに厳しすぎるよねみたいなところはあると思うけど、企業側がどんな気持ちで請求してるのかっていうところは、言うても自己責任じゃ自己責任だったりするじゃないですかみたいな感じで、何とも言えないんですけど、これに関してはね。ただこれからアフィリエイト界隈もどんどん厳しくなってるんで、ネット広告の虚偽広告とかめちゃくちゃ厳しくなってますから、その走りじゃないですかこれ。インフルエンサーマーケとか、僕が DIM 就職最高みたいに言ってんのも、もしかしたらいずれダメになるかもしれないし、え、使ったことあるんですかって言われて、さすがにないですけどみたいな、なんで使ったことないのに言うんですかそれみたいな、ワンチャンありえるよね、厳しくなったら。特にシャンプーとか美容系は厳しいから、いや、技法がどんどん厳しくなってるんで、いたちごっこみたいな感じですね、そのマーケターと法律の、嘘つけばつくほど売れるんだから、法律に引っかからない嘘をどうつくかとか。もともとやってた方法って、メーカー側は綺麗にやってます、アフィリエイターに売ったらお金あげるよって言って、アフィリエイターが勝手にこのシャンプー使ったら 100% 髪が増えますとかやってて、それで消費者庁から怒られても、そんなことやってたんですかあいつみたいな、かけんなよお前ちゃんとやれよって言って、もうこっちは知らなかったですよ、もうあっちはあいつもさしてくださいみたいな、っていうこの責任逃れみたいな、っていうのが元々もまかり通っていて、そっからなんか実質的支配者は誰なのかみたいなところまで見られるようになってとか、アフィリエイターがやってたとしてもあんたの責任だよみたいな、そういう感じで変わっていくっていうね、うん、いたちごっこです。テンチムはどう稼いでいけばいいでしょうか。イーロンマスクに聞きましょう。結論、結論イーロンマスクですか。ということで今回はテンチム自己破産を示唆でした。ありがとうございました。
逆に